球場の皆さん、こんにちは。K-E-M-I-O、ケミオです。Good morning, Baltimore。皆さん、先週1週間は素敵なウィークを過ごせたかでしょうか。ケミオは全然過ごせていません。だけどこうやって動画を撮ってみんなとまたシェアハビできる機会を神様からいただいたということが幸せなのかでしょうか、ということを言っておきたいのでしょうか。さあみんな、今日は何の動画をシェアハビするかというと、実はね、ケミオね、最近決めたことがあって、月に1回必ず絶対に質問コーナーをやろうと思うの。拍手。オーディエンスが誰もいないんだよ、この部屋に。ということで、今日はその第1回目をやろうと思うんだけど、ケミオは実はちょっと前ぐらいに、ハッシュタグでアスクケミオっていうので、質問を募集してますっていうのをツイッターでぶちまいたんだけど、だからこれからはみんなもうずっとそれを使って、なんかケミオに聞きたいこととかあれば、例えば道歩いてて、ケミオくんってちなみに足の毛ってどれぐらいの長さなんだろうと思ったら、もう電車でピーピーピーって打ったりとか、あ、ちなみにケミオくんって歯の裏についてる葉っぱってどっから来たんだろうとか、ピーピーピーって送って、そういうのをもうすぐもうみんなができるようにハッシュタグ用意してあるから、いつでもやって、月に1回、なんか日程とか何週目とか決めてないけど、まあ、適当に自分の気分でやってるから、よろしく。飽きたら飽きたから、うん。 OK、 じゃあ見ていくよ。すごい興奮する、こういうみんなの質問する機会って。みんなね、インターネットだとね、もうね、顔と顔が見えないからね、好きなこと言ってくるからね、ほんと順番にね並んでね、もうミートしていきたいんだけどね。まあそういうところもね、みんな好きだよって思ってるんだけどね。はい、いくよ。 YouTube を始めたきっかけは何ですか。 YouTube を始めたきっかけはね、多分ケミオがバインで動画でなんかすごい、なんかみんなに知ってもらえる機会を得たっていうのはみんなわかると思うんだけど、なんかそこから結構バインとか動画上げるの2年ぐらいやってなかったんだよね。1年ぐらいかな、なんかもう飽きちゃって、てかなんかもういろんなことがあってなんだけど、そっからなんかまた機会があって、 YouTube とかなんかそういう長い動画で挑戦してみたいなって、もともとなんかツイキャスとかやってて喋るのが好きだったから、まあ、そういう経緯も至ってるよね。あとアメリカに引っ越すっていうこともあって、なんか人と違うものをみんなでなんかシェアアップできるかなと思って始めたみたいな。耳かいんだよ。なんでディズニーのキャストさんとかダンサーさんにならなかったんですか。私はダンサーさんに憧れてます。ちな、うちもダンサーさんにずっとなりたかったんだよ。だから高校卒業した瞬間の時にオーディション受けてるんだよ。だけど身長が193あるんだよ。身長が193ありすぎて、なんか第一審査で落ちて、で落ちただけじゃなくて手紙も一緒についてきて、何かなと思ってペッて開いたら、今回のダンサー審査には第一審査の書類からちょっと落とさせていただいたんですけど、すごい身長をお持ちなので、よかったらあの身長の高いキャラクターになってみませんかみたいなこと、面倒が来たの。だからここに来てくださいみたいな、この曜日に身長高いのでみたいに言われて、私ってそんな感じって思った。グーとかイーとかフィーとかいう多分キャラクターにね、あの当てはめられそうになったんだと思う。全然ごめんなさい、お断りです。ごめんなさい、私はねすごい自意識過剰が高いんで、顔を出さないとねやっていけないタイプなんでね、もうすぐ顔もうボーンって取ってケミオでーすってやっちゃうから無理でした。でも生まれ変わったらやりたいな。今年今年の東京パーパスツアーは行きますか。行きません。ケミオのグッズを作ってくれたら好きがこぼれ落ちるよって。そう、それはねすごい考えてて、みんなもなんかあるかな。なんかケミオは本当にみんなとなんかチームを、すごいチーム感を、ボーボーボーイエーケミオチーム、ケミオ組イエーってやりたいのね。だからなんかパーカーか iPhone ケースかなんか自分でデザインして絵描くの好きだから、なんか日本にいた時もそういうのでなんかいろいろ出してるから、なんかそういうのまたやりたいなと思ってるんだけど、なんかなんだったらみんななんか使いやすいとか欲しいと思う。パーカー、 T シャツ、下着、ビートバスタイム除毛クリーム。ケミオさん、 iPhone レッドに使ってるケースはどこのですか。これはね、ちなみにね、なんか iPhone 買いに行った時にね、店員さんがね、お客様はよく携帯を盗まれたりなんか壊したりされますよね、こちらは当社からのプレゼントですって言ってくれたから、わかんない、なんかそのお店に聞いてみて、適当にやってよろしく。ジジイになったら何してると思う。想像つかないけど、なんか缶オケにいんじゃね的な。あー、すごいなんか嬉しいコメントが来た。受験の時から今まで毎日繰り返して動画を見て元気をもらってます、アスカーくん様。あ、今のありがとうございますって意味ね。大変な時のことが多そうな毎日の中でも明るく前向きに強く生きてる姿は私も頑張ろうという意味気にさせてくれます、アスカーくん様さーす。いつもありがとう、頑張りすぎないでって言いたい。でもゲンブルケミオくんをいつも応援してます、アスカーくん様さーす、アスカーくん様さーす。将来ケミオ先輩みたいに金髪にしたいんですけど、バイトとか金髪で大丈夫なんですかね。知らねえよ、バイト先に電話しろ。こちらそのバイト先のルールまで把握してるほど器はでかくね、というか情報量はねえんだ。バイト先に電話しろと。今もしえってうち今そこでバイトしようと思ってんだけど、なんか履歴書書いてる途中でちょっと気になったことがあって、チナチュンのチナでうち髪の毛金髪に染めたいので、そちらの店は金髪のなんかもうすごい感じで立っててもお店的には大丈夫ですかって聞いてますって言えばいいじゃん。
健康を気にしてますか？正直に言うと気にしてない。てか気にしてないから多分30歳くらいだったらガタ来ると思う。でもまあもうその時はその時ではないと思ってる。ガタ来たらガタ来たなりでなんか YouTube 撮るわ。よろしく。部活やめて英語勉強した。うちから言うと、なんかうちもそうなんだけど、なんかうちも嫌だと思ったら全部やめてきたのね。でもうち今21歳になってすごい思うことは、なんかそういう途中でやめちゃうとやっぱ人生に達成感が得られてないんだよね。なんかこうやって何でもかんでも努力して一つを達成、何かを一つ達成させることによってなんか自信もつくし、自分をもっと誇りに思えるから、なんか正直言うとやめないで部活もちゃんと継続してそれを終えてから英語の勉強するなり、それか同時にやるなり、やっぱね何かを成し遂げることによって自信はつくよって思ってる。うちはケミターの赤外線対策知りたい。あんまり思ってないけど。は？消すよ。 LA に行ってもう1年経ちましたか？英語は普通の日常会話までできるのにどれくらいかかりましたか？うちは言うてまだ1年経ってない。まだ7ヶ月ぐらいでも日常会話はどうなんだろうね。わかんない。自分の英語力がどのレベルかとか考えたこともない。なんか相手と会話コミュニケーションが通じればとりあえず OK って思ってるから、別にうちなんか英語のなんかロイヤーとかなりたいとかなんかビジネスやりたいとかそういうわけじゃないからわかんないけど、なんかハロー。日本って平和だね。いつ日本に帰ってくるのって、この間帰ったばっかりだよって、24時間しか日本にいなかったけど帰ったばっかりだからまだ帰らないよって。 OK。 ケミオくん、バン…あ、くんはついてなかったよ。バイン時代からずっとファンです。これからも応援してます。一番好きな映画は、好きな映画はですね、ミザリー。2番、グリー以外で好きな海外ドラマはオレンジ・ズ・ザ・ニュー・ブラック。昔より有名になってヘイターにもたくさん出かわすと思います。精神的にとても大変だと思いますが、どういう対応していますか？基本イグノイ、無視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 だって。うち今幸せな生活過ごしてるしって感じ。テミオが次に住みたい国は、イギリスかな。うちなんかロサンゼルスはすごい天気が毎日カンカンココンココンココンにすごい晴れてるのね。もうくっそ暑いぐらい。でもうちこう見えて曇りとかすごい好きなの。雨の日とかなんかそういうなんていうの、全体的に闇を誘うような天気が好きだから、ニューヨークとかロンドンとかなんかスコットランドとかそういうところに行きたいね。ケミオくんの服のフリマの詳細を。そう、あのね、なんかケミオアメリカでもう着なくなった洋服がクソほどあるのを多分みんながインスタで見てたような服とか、なんかそういうのも着なくなったから、この間日本に帰った時に日本にまとめて持ってって預けて、で今度インターネットでフリーマーケットしようと思うの。直接はもう日本に帰ってないから、もう帰れないから、だからインターネットでフリマしようと思ってて、でその洋服とか結構うちめっちゃ着てたから、汚れとかなんかちょっと穴とか開いてるところがあって、でそういうの詳しくインターネットに載せれるけれど、それよりも多分実際に説明した方が早いということで、うちの洋服を持ってくれてる親友の友達が今度インスタライブでなんかその商品一つ一つ全部値段と全部説明してくれるんだって。あ、説明してってお願いしたの、ごめんね。ケミオがお願いしたのに、お願いねって。だからその子の今度アカウント教えるから、いつやるかとか全部教えるから、そしたらみんなそれでチェックして、よかったらあのフリーマーケットであの誰かまだ洋服が好きで可愛がってくれる人に来てほしいです。やっぱ大切な洋服なのでね、捨てちゃうのもったいないからみたいな。フィフスハーモニーって知ってる？知らなかったら一回聞いてみて。ハマるよ。ごちそうさまです。ごちそうさまです。5月だって言うのに30度って余裕で日本を滅びる勢いなんですけど、どう思いますか？文法がぐちゃぐちゃだ。日本に来た時、東京バカじゃなくて大阪にも来てくださーい。ユニバ。アメ村、ナンバ、梅田、ボーン。でもね、それは本当に思ってる。大阪とかいろんなとこ行きたいかなって思うけど、なんか今まで全部帰ってるのってお仕事で帰ってるから、時間がないんだよね、言うて。うちも学校があるから、そんなに日本に帰れないし、だからまあ次帰るときはなんか大阪とか東京とかいろんなところでミートアップして、みんなに一人でも会えたら嬉しいなっていうのは考えてるよね、って。あ、男の子からコメントが来てる。Where do you buy your clothes?Like, to be honest, I don't have any favorite clothes store in Los Angeles, even in Tokyo, so I usually find dope clothes on the internet. I found these clothes on the internet, like Japanese clothes company.君は自分の外見にコンプレックスはありますか？私はもう少し痩せて自信を持ちたいです。君なりのダイエットの秘訣、名言など教えてください。人生なんかコンプレックス祭りよ。本当に。ハッシュタグ一生コンプレックス祭りだから今日とか。
でももうしょうがないもん、うちこの世でこの形で産み落とされちまったからもう変えることはできないし、まあお金を払えば変えられるんだけど、そこまで別に変えたいと思ってないから、自分の素材を生かしたまんまで好きになってもらいたいから誰かに。じゃあ今日はケミオの今最近一番聴いてる曲を皆さんとお送りしてお別れしたいと思います。それではチャーリー XCX でラブギャング。